はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということでですね、本日はこの背景、馴染みがあるかもしれません。本日ね、訪れておりますのは、裏武蔵屋さんをやっているお店さんの2号店ということで、こちら、のらり屋さんにお邪魔しております。こちらのね、のらり屋さんといえば、僕の動画ではおそらく3、4ヶ月前にも来ておりまして、またかと思っている方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、ちょっとこれ理由がありまして、先日ねオーナーさんの方から LINE でですね、さらにうちのこののらり屋のね朝一オープンのラーメンが特にうまくなったよとご連絡をいただきまして、こんなことを聞いてしまったらですね、来ずにはいられないということで、本日はですねまた新たにさらに進化したこののらり屋さんのね美味しい家系ラーメンを食べていこうと思います。でとは言ってもですね、いつも通りこの通常のラーメンを頼みつつ、その後にチャーシュー麺であったりとかっていう流れではなく、せっかくですからね、ちょっと2杯目に関してはお好み変更を久々にしてみようかなと。1杯目を食べてみないとそのお好みはわからないところではあるので、後ほどね注文するとして、早速ですね本日の1杯目の通常のラーメン食べていこうと思います。よいしょ。うわ、ということでですね、本日いただく1杯目のラーメン到着しました。いつも通りね香りはものすごくいいんですが、これがねどう変わったかちょっと食べて確認したいと思います。いただきます。やっぱりこののらり屋さんといえば黄金のスープですよ。めちゃくちゃうまいっすよ。やっぱりねこののらり屋さん相当濃度濃いんですけど、以前にも増して肉の味というか肉の風味が増した気がする。そしたら麺ね、早速いっちゃいましょう。やっぱこの醤油感と肉感とで麺の小麦の甘みと全部合わさることで最高にうまい。この後ね2杯目はチャーシュー増しで注文してますので、早速これチャーシューで海苔と合わせて、うまいな。本当よくてよかったわ。視聴者様にも本当に申し訳ないんですけど、多分ね絵的には前回と変わらないとは思います。でもねこの美味しさの変化、やっぱりね通うからこそ感じると言いますか、もう完全にねもう今回に関しては自己満ですけど許してください。食べたかったんでね。ということで、ただいまですねこちらのらり屋さんの1杯目ラーメン並みですね完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということで本日2杯目はですね画角を変えてお送りさせていただきますけれども、2杯目にですねいただきますのがこちらチャーシュー麺、それ以外にも青混ぜ海苔、そして小松菜ですね追加で注文させていただいております。味の変更なんですけれども、今回味の濃さこれを薄めにさせていただいて、油の多さを多めに注文させていただきました。早速いただきます。やっぱり醤油を薄めにしているので、このチー油の黄金色、これがね際立ってて、また香りもいいチー油の香りがするね。いいうわ、いいな、この挑戦もうまっ。うまい、あ、うまい。贅沢にチャーシューいっちゃう。うん、うまいっす。海苔も増したことですし、いつも通りこれ海苔とね、今回小松菜ですけれども、こう麺にあえつつ、うわ、うん、うん、うん、うまいな。やっぱりね、トッピングするとテンション上がるだけじゃなくて、味とかうまみも少し変化するんですよね。具材から出る香りっていうのかな、そこがスープに染み渡ってさ、やっぱね、皆様にもこういう自分の好きなカスタマイズ見つけていただきたい。うまい。ではせっかくですね、卓上調味料もあることですから、本日は2杯目ですし、こちらのニンニクをですね、スープには溶け出さないように海苔の上にあえて、こんな感じで麺といっちゃいましょうか。うまそう。あー、うまい、うまい、もう文句なしにうまいでしょ、こんなの。合うね、やっぱりにんにく。この醤油感と油感と濃厚なスープに絡めるにんにく、うまくないわけないのよ。最高。うん、じゃあせっかくなんでね、もう残りもわずかですから、最後にこのちょっと味変に試してみましょう。はい、うまい。この油感にさ、黒胡椒が合わないわけない。あー、普段本当に全く味変しないですけど、こんだけね通ってるお店さんですから、ベースも知ってるし、なんかいろいろ楽しめて、これはこれで幸せかもしれない。ということで、本日2杯目もね、あっちゅう間ですが、味玉ラストになりました。ということでですね、本日の2杯目完食させていただきましたけれども、今日はこれで終わりではなくて、ちょっとですね、3杯目もいただこうかなと思っております。ちなみにこの3杯目に関しては、このラーメン、家系ラーメンではなくて、ちょっと変わり種といいますか、変化球のメニューなので、後ほど紹介させていただくとしながら、早速ね、3杯目注文したいと思います。ありがとうございます。いただきます。ちょっとですね、今3杯目なんですけれども、その3杯目、僕の予想外のことが起きまして、ちょっとね来たのが、こちらですね。これおそらくですけど、千葉県のね印西市にある大戸屋直系周さんの丼な気がするぞ。最後のねちょっと一杯にドッキリというか、びっくりさせられましたけど、早速ねこれ汁なしですから出来たていただかないとということで、いきます。返しと油が入ってる感じですね。あー、でもいい香り、めちゃくちゃいい香りする。うん、うまいね。わ、すげえいいわ。またね、家系ラーメンとは全然別メニューではありますけど、この汁なしにするとそのこだわった醤油のいい香り、その返しのいい味っていうのがダイレクトに感じるから、このメニューに関しては本当に気まぐれの X 限定のメニューとかになるんで、告知がある場合はちょっと気になる方はね、是非食べてほしいんだけど、うまい。うん、うん、うまい。で、やっぱりね、この汁なしなのでダイレクトな醤油感を味わうために、そこに合わせるはこちら卵かけご飯でございますよこちらを、うわ、濃厚卵、これね、チャーシューにあえちゃいまして、うまっ。もしかしたらスープがないからこそ、ここにさらにニンニク入れつつ、これ黒胡椒も、うわー、わあ、これはいいね、これいいな。半熟の味玉もあえちゃいましょうか。ごちそうさまでした。ということでですね、本日は僕の大好きなですね、のらりやさん、自分の動画だともう3回目ぐらいの撮影かなになるんですけれども、ご連絡いただいた通りですね、さらに進化してました。もともとの1号店である裏武蔵屋さん、そしてこちらののらりやさんと、ずっとですね、行列店ということでお客様も絶えずね来ている人気店なんですけれども、常にね最善の一番うまいものを作りつつ、さらにねブラッシュアップして進化を続けているなと改めてですね、今日食べて思いました。僕の動画を通してですね、行きたいんだけどまだ行けてないっていう方は是非来ていただきたい。僕もね、いろいろと家系ラーメン人よりは食べ歩いてるつもりではございますが、そんな僕の中でもですね、トップレベルに好みで好きなお店さんのラーメンとなっておりますので、気になる方はですね、ぜひこののらりやさん、そして裏武蔵屋さんの方でもですね、美味しい家系ラーメンを食べに来てみてください。はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。